他人に合わせて生きるのは美しい。自らの感情を抑えることは知的だ。だがそうやって社会の歯車としては不適切だという烙印を押され、ピカピカに磨き上げられたこの巨大科学文明社会において、楽しい時に笑い、怒った時に吠え、悲しい時に涙することができる場所が、スポーツ競技場やコンサートホールや演劇会場やミサ会場、そしてこの桜祭りだけだとしたら、未だにそうだとしたら、それはあまりにも寂しい社会ではないかね。 Tonight, it may be your stainless night.